終年なう浅川でですすくだらないものの工房のです、えー、今回はねへ<い>お一人様の満足度っていうことで男性は女性よりも孤独を感じやすいのかということでねこの満足度の男性が低い傾向にあるとんん今ねグラフを見てるんですけれど 20代とかはね、男女ともにね、お一人様の満足度は高いんだけれど、うん、30代、40代、50代になっていくと、男性の満足度の低下が顕著なんだよね。 逆にこの、まあ、女性に関しては、まあ、ちょっと落ち込みはするものの、60代ではすげえ回復してると。非常に満足してると。この、よくある、なんだろ、この熟年離婚とか、相手がね、あの、死別して逆にすげえ身軽になって、満足感が増すみたいなね、うん。<laughs> あるんかもしんないですけれど。と、40、50代の満足度が低いと。 低い。まあ、特にだからこれね、俺ら氷河期世代の独身男性は満足度が低いんじゃないかっていうことで、まあ、今回ね、ちょっと話してみたいんですけれど、30代とかでね、男女ともにこの低くなったりするのはやっぱりあれだね。まあ、周りが結婚しだしたりとか。あのー、まあそうですね。他人と比べてしまうんで、どうしても、 このお一人様の満足度が男女共に30代は低くなってしまうと。なるほど。ま、変な話だけど、40、50になるともうそれを諦めの境地というか、うんうん、もう自分の人生を歩み始めてるから、まあ自分は他人とは違うんだっていうことで、女性の方はあれなんだね。回復していくんだけど、男性の方はダメージを引きずったまんま。まだいけると思ってるからじゃないですかね、それね。あ、それかもしんない。 女性の方はさ、うんまあ、特に子供どうかってなってくると、ねまあ、やっぱり35とか40っていうラインで、うんうん、まあもう結婚しなくていいだろうって諦めがつくんだろうけど、男性はほら、40でも婚活してる人いっぱいいたりするから、うんうん、40、50がちょうどなんじゃないですかねそこでだから、まだまだあの一人じゃなくて、ね、結婚したいっていう、その一人をエンジョイするっていう方向じゃない人もいると。俺らはまさにこの40 50で、ねうん、独身 ということで、このまあ満足度が低いっていう人の中の真っただ中にいるわけだけれどうん、うん。 どう俺はすげえ快適なんだけど。<laughs> いや、だからそれはもうその50への境地を足してるんじゃないですか。<laughs> 結婚諦めてるからっていう、うん。俺別にどっちでもだな。なんか一緒にやって楽しいこともあれば、一人でやって楽しいこともあるし。ああまあね。う,ん、うん。まあこれはまあそうだね。俺もまあ旅行とかね、 してそのまあ2人で楽しんできたりってもあれば1人で、き昨日も映画館行って映画見てきたりっていう、そういう楽しみ方もあるしっていう感じだけれど、うん。なんかどっち側がいいって一概には言えないかなっていう気はしますけど。 まあそのね、寂しいってのもまあ分からないこともないので。これね、まあちょっと面白い結果としては、満足度に食事が影響してんじゃねえかっていうことで、例えばコンビニの利用率は男性の方が前年代で多くて、特にまあ35から49ってまさにこの氷河期世代の人がコンビニの利用率が高いと。 この辺すげえ影響してんのかなって思うのは俺コンビニ全然行かないんだよねコンビニ俺も行かないっすね <laughs> だからその、まあ、自分で料理したりとか、うん、スーパー行ってまあああでもないこうでもないっていろんなものを選んでるってことは俺らそれなりに充実してるってことだよね、まあ、食生活というか <laughs> そうなのかな充実してんのかな時間をそれなりに避けるってことじゃないあまあそうだ食生活に興味があるってうのは、ね、そそそううそうそう,そう,そう,そうだこれが ないと、時間がなかったり、興味がなかったりして、あ、コンビニで適当にお腹満たせればいいやってなってくると満足度は下がってくるのかなと。うん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 。まああの、ほら、孤独のグルメじゃないけどさ、あんな感じで一人でどっか行って食べ物楽しめるんだったら満足度高いもんね。うんうん。別にね、それで十分ですよね。その辺を楽しめるかどうか。 って感じじゃないですかね、やっぱ。なんかさ、その中にはその一人で外食するのが恥ずかしいみたいな人もいるかもしんないけど、うんうん、そこの一線超えちゃうと逆に、 すげえ一人で食事って楽しいというか、こうワクワクできるっていうのかな、うん、その、今度あそこの店行ってみようみたいなんでてくんじゃん俺結構あの一人居酒屋とか好きですけどね。ああ、匠くん一人で入れる人だもんね。まあ場所によりますけどね。あの、完全な個人店みたいなところはいまだにビビってますけど。<laughs> 勇気いるよね、ああいうのね。勇気いるところはあるとはいえ、あのー、なんだろう。旅行先とかで、その現地のところとかは結構、 楽しいいと思いますけどねなんかさまあ俺もちょっと昨日初めて行ったラーメン屋入ってきたんだけどうん、うん、行ったことないとこ一人でブラッと入って食べてきて。 うま、うん、かったなとか、あんまおいしくなかったなっての、すげえ楽しいんだけどね、うんうん、そうだな、友達とか恋人とか一緒に行って食べる飯もいいけれど、うん、一人でのこの冒険的な食事っていうのかな、うんうん、当たり外れをこう、ね、なんか確認しにいくっていうのそれこそね、孤独のグルメとかそうじゃないですけど、ああ、こういうのあんのか、こういうの、こういうのって思いながら食べるのいいですよね。ああれはあれでね全然いいかなって っていうだそういうのが楽しめる人なんかは、うん、そのお一人様の満足度は高いんだろうね。うんうんうん、そうじゃない人はやっぱり一人だと、一人の楽しみ方を知らない人ですよね。向いてる人なんかはそれでいいんだろうけど、うんうん、向いてない人なんかはマジで早めに結婚した方がいいかもしれないね。<laughs> <laughs> まあそうですね、それはそうかも。え、これね、内閣官房孤独対策担当室っていうのがあるんだね。ほうほう。人々のつながりに関する調査っていうのをやってるみたいなんだね。で、やっぱりそのデータでも、男性の方が孤独感を抱いてるっていうふうに、まあ、データが出てると。なるほどね。ま 一人飯をしてて、どうしても女性の方が肩身狭そうだなとは思っちゃいますよね。まあ入りにくいのはあるだろうね。うんうん それこそなんかね、変なナンパしてくるやつとかもいるかもしれんし。その辺はでもさ、女性なんかは料理できたりすると、もう料理が楽しいんじゃない一人で。いやそれはね、人によるんですよ、結構。<laughs> まあ、料理はね、本当に人それぞれだからね、めんどくせえって人もいるだろうし。<laughs> ね、あんまりうちのことを言うと怒られるんであれなんですが。<laughs> <laughs> まあ、うちもそうだね <laughs>、えー。うちはもう純粋に俺しか料理しません。<laughs> だ男性でもそうか料理に興味あったりすると意外とその孤独感まあそれともあれか自分で一人で料理作っててより孤独を感じちゃうっていうこともあんのか俺一人で何やってんだろうみたいな、うんうん。あーそんなんあるんだ。 俺も一人で料理して楽しくてしょうがないですけどね。それは俺もすげえわかんないよ。なんか今日失敗だったなーとか今日はうまくいったなーとか。これはうまくいったなーとかこれ入れたら美味しいだろうなーみたいなね。ああ、なんか一人でこんなのやってんがなんかすげえ寂しいなーって思う人もいるわけか。うーん、どっかしらであるんでしょうね。その一人で寂しいって思う瞬間。昨日行ったラーメン屋もさ、そのまあ。 俺以外はもうテーブル席でワイワイにぎわってる感じだったのよ4、5人とかで来ててで、カウンターで俺1人で食べてたけれど、うん、別に全然なんか孤独感とかっていうそのなんか恥ずかしい感は全然なかったんだけどね、うん、俺も全然そういうのは気にしないですね1人でバーとか行っちゃうし気になる人はやっぱ周りと比べてうわ、俺なんか1人でぼっちで寂しいって思っちゃうんかなまあその辺ってやっぱり周りが結婚してったりとかなんだりあって でしょうね、コメントもちょっとね読んでこうかなと思うんだけれどこれからどんどんお一人様が増えていくっていうことで、うん、外食産業もお一人様に適した業務形態ってことでそのパーソナルスペース最近そういうねカウンターとかでも、まあ、あの一覧的なスタイルで、ねはい、<laughs> 一覧形式はさすがにやりすぎやろって思いますけど <laughs>、まあ、一人席があるのはね全然いいと思いますよね。なんかかささファミレスとか入った時にさ、うん お客さんがまあいないにせよその1人でめちゃくちゃテーブルをその占 <laughs> 有するときあんじゃん通されてはい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 客いねえけど悪いなって思っちゃうんだよねわかるあのー、なんだろうすげえ混んでるときに4人掛けの席とかに1人で通されるそうあ俺それ半分でいいっすよって何だったら相席でもいいしなって思っちゃうからねうん あれちょっと確かに嫌だなと思ってたから、そういうのはね、ちょっとこうカウンター席とかあったりするといいかな、入りやすいかなっていうのはあるかなねその辺はあるかもななんか、身に合った席じゃないとちょっと落ち着かないみたいな。 昔な、あの、スタミナ太郎で、あのー、ソロ焼肉っていうのをね、やり行ったことは何回かあったけれど。<laughs> <う> <laughs> 最初照れさいんだけど、慣れちゃうともうすげえ便利よ。一人でいっぱいあそこに <laughs>、あの、置けるからテーブルにガンガンガン。ガン好きなだけ。<laughs> 好きなだけ置いてそこでもうジ,ュジュー焼いて。あ、んぱな感じで焼きるんだ。うん、潰れちゃったけどね、そのスタミナ太郎ね。<laughs> <laughs> コロナの時にね、潰れちゃったんだよね。ねまあ、そういうお店もいっぱいあるでしょうからね。今さ焼 焼肉なんかもやっぱり一人客にフォーカス当てた店増えてんだよね。やっぱね。一人用のコンロのお店が、ね。そう,そう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 。なんかこの間ニュースになってたけど、あの、七輪みたいなの一人用のやつかあの、さっき言ってたその一覧形式のところに、こう、ボンってあそこに置くっていうね。増えてますよね、そういうのね。まあ、そっか、一人で楽しみたい人もいるよなっていう感じではあるかな。ね、結構ね、昔ながらの焼肉屋さんとかも一人席でこう、七輪ンドンって置いてありますからね。まあ、そういうお店が増えてる っていうところでもあるか。あ別にその一人飯なり一人旅なりを怖がらずに一回やってみっていう感じですね。そこで楽しみ方を覚えちゃえば孤独感ってだいぶ減ると思うんで。で、やってみて俺苦手だなっていう人は早く婚活しましょう。 <laughs> そうね。誰かと一緒にいたいんであれば、そういう活動を頑張った方がいいですね。結局さ、そんなのはさ、自分に向いてるかどうかだから、うんうん、向いてないんだったら、早いことを婚活するなり、なんなりして、パートナー見つけるなりして、すりゃいいけれど、うんうん、向いてんだったら別にね、無理して婚活する必要もないし、一人でこのまま楽しいやってねやっていきゃいいんだし。なんか ああでもない、こうでもないっていう議論とか対立になったりするけれど、うんうん、そうじゃなくて単に向いてるか向いてないだけの話だからね。<laughs> 向いてる人は向いてることやりゃいいし。 向いてなければ、無理してやることはないと思うんで。うん。なんか、向いてないのにさ、俺は一人で平気なんだって野生我慢してる人もいたりするから、<laughs> 向いてないんだったらマジでそのね、婚活した方がいいから。うん。無理しなくていいです。向いてる人は、なんか、その周りのプレッシャーに負けずにそのままね、一人の活動っていうか、あの、独身を楽しんできゃいいんだし。うんうん。今全然ね、そういう人いっぱいいるからさ、周りのそういう、 結婚しなきゃとかいうプレッシャーから解放されて一人を楽しんでるね、男女の人いっぱいいるわけだからね。うん,うん。まあ自分に正直に生きるっていうのが一番の近道ですよ、結局。そうよ。 周りが言うから、こうしてなきゃいけないみたいなやつは、もう、若いうちにやめた方がいいですって。あの、海外のことわざで、ほら、えっ、ー、と、なんか、一週間だけ幸せでいたいんだったら、三発行けとか、一年だったら、ね、家を買えとかって言うけど、まあ、一生幸せでいたいんだったら、自分に正直に生きることだと。自分の気持ちに正直に生きてみた結果、自分が、そう、お一人様がいいって言うんだったら、それが最適解であるということだわな。それで行きましょう。ということで、 今回はね、このお一人様の満足度、男性が低い傾向にあるというお話でございました。くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の、えー、入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡ください。 よろしければチャンネル登録お願いします。